日本中部地方長野県塩尻市木曽平沢本通り。木曽平沢は長野県塩尻市南部の山岳地帯にある地区。木曽漆器の産地として知られ、歴史的な家並みが国前提の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。標高900メートル、奈良井塾の北東、奈良井川右岸に位置する。16世紀末頃に集落形成が始まったとされる。 慶長7年に江戸幕府により中仙道のルートとして整備されたことで、宿場である奈良井宿の江田里という位置づけの法人町として発展を始め、高知の寒冷機構が執行に適していることもあって、江戸時代を通して中仙道随一の湿気生産地として栄えることになった。今日においても湿気生産量は日本有数である。江戸時代末期から、 昭和時代初期の執行庁の特徴を伝える建築が多く現存する本通りと金、西町及び諏訪神社周辺は2003年と2004年の国立奈良文化財研究所による伝統的建造物群保存対策調査を経て2006年に重要伝統的建造物群保存地区の選定を受けた。奈良井川に沿って国道19号や中央本線が通り、 基礎平沢駅がある。塩尻市役所奈良川支所、塩尻市立図書館奈良川文館、基礎平沢郵便局、小中学校などの公共施設がある。地区の人口は約1100人。市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。人口、世帯数塩尻市小中学校の通学区域、塩尻市。ありがとうございます。